はい、どうも、イリジ渡辺です。本日はハイドアウト早稲田店の方にお邪魔しております。今日のゲストは津田英介さんです。よろしくお願いします。津田英介さんをもし知らない方のために簡単にプロフィールを紹介いたします。津田英介さんはテレビドラマやバラエティ番組または舞台などで活動されている俳優さんです。さらに声優としても有名な方で、アナと雪の女王では主要キャラのハンス王子の声優を務めた方でもあり、有名なテニスの王子様においては柳生博役として声優を務め、今画像に出ているように満員の日本武道館でソロ曲を歌われるぐらいすごい方なんですね。その津田さんがビリヤードを趣味にされているということでしたので、ぜひ対決動画を撮らせてくださいとお願いしましたら快諾してくれました。本当にありがとうございます。ビリヤード激うま俳優さん。とんでもないですよ。長いことやってはいますけど、はい、やっぱりブランク空いて、はい、20年の間にちょこちょこ空いてて、はい、あ、そうなんですね。で今第3次ブームって感じですね。3次ブームで、はいはい、今一番真剣にやってる感じです。あ、復帰されてどのぐらい経たれたんですか。3年ですね。3年ぐらい JPA やって3年ですね。その JPA のルールとあのシステムを知って、うんうん、ちょっと魅力を感じて始めて、なるほど、で3年ですね。その JPA のハイドアウトさんのチームが、はいはい、なんかめちゃくちゃ強いらしい。いや、去年2020年、はい、あの B ブロックで9ボールで全国優勝しまして、はい、ラスベガスのね権利を得たんですけども、まあまあ、ちょっと中止になってしまったんで ね、残念な結果ですけども、まあそうですね、はい、ちなみにマス割りチャレンジ、マス割りチャレンジある、そう、お先なんですけども、ね、さっき練習で1回出たんですけどね、僕あの1日1回しか出ないんでちょっとさっき出ちゃったんですよね。セッティングしてる時に出さないでくださいよ。だからね、ちょっとなんかね調子いいんだか悪いんだか、はい、頑張りますよ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。意外と意外と進むんですよね。津田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第一ラック、いや、ひどいブレイクだな。これは1から2もまだちょっと結構熱いのかな。どうなんですかね、ラックが立ってなかったと思えないんですけどね。9番1動いてないじゃないですか。はいはいはい。でこれね、ちょっと左入れて2に出そうかなと思って、左番2かな。そうね、縦球でほら、あ、球先が右左出ちゃってるから、はい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 、薄くなりすぎちゃったんですね。でもこれ僕天性の運があるんで、こういう隠れちゃうんですよ。すいません。いや、これ、ジャンプしたいとこなんですけど、はいはい、6番が手を置きたいところにちょうど6番があって、なるほどなるほど、そんなにジャンプ得意じゃないので、ちょっとやめましたね。なるほど。津田さんはジャンプはどうですか。僕は JPA しかやってないんで、あ、そうっす、だからジャンプは禁止なんで、練習したこともないです。あ、なるほど、はい、これ崩してくれたんですよね。ありがとうございます。でも本当に一番やっちゃいけないところ、ね、いやそう、ね、でもこれで普通ならもう取り切りですよね。もう普通だね、力入ってんのかな。津田さんの最後の方まで見ていただきたいです。津田さんちょっとエンジンかかってくるところ、はい、ちょっと遅かったんで。さっきオープニングでも言いましたけど、練習中にね、マスワリ目の前で出してたんですけど、カメラ回ってないっていう。この間も違うチャンネルでね、カメラ回ってない時にちょっと面白いこと言っちゃうらしいんですよね。回ってる時に言ったよってね言われちゃうんですよ。うん、あ、なんか状態浮いたけど危ない、うんうんうん、でもちょっと出しが狭出しになるのかな。そうなんですよ、これだからもうちょくついてバタでするか、バタで出すか、うんうんうん、ゆっくりやるか悩んだんですよね。で結果ゆっくりいって薄くいっちゃったってやつですよ。あ、ね、ありがちなやつ。これもうそうするとキラーパスじゃないですか大体、うんうん、こういうのって大体ゆっくりついてるから外した時はもう穴前ですよね。なるほど。一応これ6番抜けてるんですよ。あ、そうなんですね、一応ね、うんうん、あ、でも左手じゃないですかこれ。左手は下手くそすぎます、うん、でもそろそろ練習しないといけないなと思って。左手やっぱりレストより左手がいい時ありますよね、うん、加減ができないんで、はいはい、これぐらいのが僕ねよく薄く外すんですよ。ああ、なるほどなるほど。持っていこうとしてやっぱり球先が左行くんですかね、うん、どうだ。いや、まあ、バッチリですよ。あ、ね、いや、ちょっと強い。あら、本当だ。いや、でも逆にちょいずれぐらいの絶対決めなきゃいけない9番よりこのぐらいの僕リラックスしてつけるんですよ。 あるあるですね。でもそれね、そ、はい、外してもおかしくない方がそうですね、みたいな。で、まあ、仮に外してタンクッションに行ってもこれならね、これならアンドセーフティーになるし、なりやすいんでね。だからやっぱりつき方が違うってよく言われるんですよ僕、うんうんうん、他の球はちゃんと次に出す
付き方してるけど9番に関しては8ってやってるじゃないですか。あ、そうですね、やっぱりこう10番もね、あの辺とかあの辺にっていう仮定してやんなさいってやっぱ言われるんですけどね、いつも忘れちゃうんですよ。これもし入ってなりで出ると思うけどね、次58の間に出さなきゃいけないっていう、うん、でもまあこれ入れるのはやっぱ難しいですね、うん、惜しい、まあまあまあ、入れるのも難しいし出すのも難しかったですね、今の。この壁に近い穴に近いのってなんか僕苦手なんですよね。これ多分右入れてるんですよ、入れて4に近づけようとしてるんですけど入ってないですよ。ほらほら、今キューで今こちこちってやってるじゃないですかまああんな5と8の間をね、はい、狙えるほど腕あるわけじゃないんだから僕なんかまあでもやるのは自由じゃないですかね、はい、これはワンクッションかツークッションかな、ね、ああナイス、ワンで、でどうだろう、これ出ちゃうんですよ ね、僕ね、ほんと難しい球当てるのはよく当てるんですけど出ちゃうんですよ。せっかく難しいの当てたんだから難しく残ってよと思うんですけど、そうですね、意外とですね、もうフリーボールかのようなね配置になるんですよね。これはあれ引き上げですか。そうですね、右下ですね、右下で引き上げて、まあこれ割と得意なショットだったんですけど、ちょっと抜いちゃいましたね、うん、あ、いい配置かな。これは多分上押せば勝手に出るんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、真ん中ぐらいなのか、これは上かな、ちょっと上ですね、ちょっと上ですか。あ、バッチリですね。あ、ちょっと右入れ回したんだ、俺今クッション早くなかったですか、すごい、多分ね、右入れたんですよ、多分入ってたんですね、うん、クッション目がすごい早く感じたんですけど、これカットいきますかね、これちょっと行ってみようかなと思って、でスクラッチないかなと思って下入れとけば、セーフティーもちょっと難しそうな配置だし、はい、いや、うまいっすね、これはもうちょっとね、今うまくいきましたけど、うん、できたらもうちょっと7に厚くいきたかったんですよね、今のサイドじゃなくてあのコーナーの方に行ったんですね、そうですね、ストップしてってことですね、はいはいはい、なるほどなるほど、でいいとこ行っちゃうんですよ、ほらこうやってね、いやー、これはいいですね、うん、これで押すのがちょっと不安だけど大丈夫かな。これズレありましたもんね、確かに。ちょいズレですね、はいはい、大丈夫。あ、しっかりひねり入れてうまいな。どこが LH なんですか、本当皆さんに言われてると思うけど。ご挨拶のように皆さん言ってくれるんですけどね。これは、薄く当てて押し回してですね。はい、あ、これねイメージ違ったっすね。いや、危ないけどね、このスリックショも危なかったな。さあこれ入れて、これもちょっと不安な、こういうショットがもう分かる、めちゃくちゃ嫌なんですよ、さっき言ったやつ、ね、そうでこれ試合だってよく外すんですよ、これちゃんとで右下入れてこう手前に回していく、はい、あのかっこいい出しあるじゃないですか、かっこいい出し方、あれを意識しちゃうんですね、あれ僕に練習してるんですけどね、あれやるとね的球入んないんですよ、はい、うん、あと一緒に入っちゃうとかありますあります、うん、タイブレイクじゃないですかね、うんうん、これは一番との関係はどうだ、あ、ちょっと勝った、あ、ないか、勝ったないな、そうですね、逆振りですからね、左のコーナーも2番が完全に当たるんで、なるほど、はい、そっか、そうすればなりで2番に出るかもしれないですもんね、まあ、でこれ2番入っちゃうっていう、これ入っちゃうっていう、いやラッキ ー、ね、セーフティーがあんまお得意じゃないって僕伺ってるんですけど、そう僕はセーフティー苦手ですね、うん、入れちゃうからですよ、うん、それそう入れ位置なんで、いや入れちゃうからセーフティー必要ないんですよ僕なんか入んないから、あ、ね、これ無理して入れに行くよりセーフティーだななんつって、あ、なるほど、僕セーフティースキルは7か8ぐらいありますからいや試合ではちょっと強いじゃないですか、そうなんですけどね、でもよしって思って回ってきてもね取り切れないんですよ、結局ね7、8取られ、8、9取られてとかね、あ、ないでしょ、危ない危ない危ない、よし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 、こういう時ね、そうなんですよ、押していくか引き上げるかでちょっといつも悩むんですけどね、これは2カメで皆さん見えるから分かるんですけど、僕らの角度だと9の上抜けれるのかどうなのか、そうなんですよ、押しても絶対当たるし、多分当たらないのかな、でもちょっと右で多分右入れて下で、ね、引き上げでもしかしたら崩そうと思ってるかもしれないです、当てるぐらいの引き上げが、はい、もしかしたらそれはかなり急ぎれば、はい、で全然入らないし、先玉がこれはどうするの、当点左下で多分引いてくるんだと思うんですけど、ね、ああなるほど、うん、
これね、これ見て、さっき僕見てたんですよ、はいはい、これを見て、そうか、あれだとしっかりつけるんだなっていうのを、ちょっと実はここで一つ学習してるんです。学習してないです、はい、これ後で出てきますから、これ僕にそうなんですね、はい、さあここを取ると 3-0 になりますからね。やばいですよ、やばいですよ、もう追いつけるわけないじゃないですかしっかり出てくるな、まあ、このシュートがちょっと不安だけど、まあ入れれば普通に出るだろうと。今ちょっと熱いとこから入ったからね、もうちょっと、ね、もうちょっとあれだったんじゃないですか、イメージは。イメージはもうちょっといいと思います、はい、まあ、入れれば出るだろうと。問題ないです。ああ、ちょっと強いかな、大丈夫かな、あ、大丈夫ね、問題ないです。バッチリですよ。バッチリですね。すごいな、こういうのやりたいな。ここがね、大体同点にくっついちゃうんですよね。不思議と、なんでだろうと思って。これは3-0。多い。あれ。リアクションだけはしっかりしてますね。ただほら、こうやってちゃんと残るじゃないですか、いいように。今ついてるんですね、多分。しょうがないもん。縦板いきますか。縦板、最近僕ね、縦板が全然入らないんですよ。いやー、これ難しいですね。で、おーおーおー、ここで僕の天性の月があって、おかわりくんですこれおかわりくんいただきましたね、顔ですか、うん、あのライト当たってなんか全然表情が見えない。そうですね、真っ暗でしたね。2回目の方が良かったですね。そう、あ、なるほどなるほど、ブレイク決めてそれランキングに持っていきたいと。で、ちょ、なんかね、こんなことないんですよ、なかなか。あれ、なんで出ちゃったのか。まあ跳ねちゃったってことは珍しいですね。あんまりないですね、僕、うんうん、ブレイクで飛び出しちゃうって。ちょっとやっぱり力んじゃったですね。ブレイクはハード気味に行く派ですか。そうですね、やっぱり2個3個行きたいなっていう、うんうんうん、でもちゃんと1番はここら辺、はい、で手玉は真ん中っていうイメージはいつもしてるんですけど、左下をついてるんで、はい、これ3番出過ぎちゃったのでジャッジしていただきます。あはははは、はい、3と9がね、同時ぐらいの厚みなので。いや、全然あの僕ちゃんと見てましたけど、同時どころかしっかり3から当たって、うまいなと思ったけど。そうですね、ね、いや、もうちょっとあれかなと思って止まってくれるのかなと思ったら、うん、意外と出ちゃいましたね。で、僕ほらこれ立ったままじゃないですか。立ったままですね、座らないじゃないですか、はいはい、さあ次どこの配置かなみたいな、ね、そう、順番回ってくるからですよそう、これ入れてんの、これ何してんのと思ってこれはぁって思って、もうこれ顔映ってないですけど、これもう目見開いて何が起きたのあの角度からサイド入ると思ってこれはちょっと下手くそでしたねけどね、うん、まあ、今スーパーショット出ました、ね、うん、本当にもう固まってんすよ、僕座るのを忘れてるというかいや、すごかったですね、はい、僕もあんなショットあんまり決まったことないですね。すごい。そして、うん、今出ないですね。綺麗だな。これを下だけでバシンってかっこよく出したかったですね。下で超当てて、超当てて、はいはい、動かしてくるとね。厚みそんなになかったな。ちょっともうちょっと振りついてないと今のはできなかったかな。これカットが、まあ上を押せばきっとで、なるほど。でちょっと左のひねり入ってれば、ね、単調って言ってちょうど8に出るかななんて思って。見てください、これ僕の球先いきますよ。ふいっとほら、やっちゃってんですよね。あ、やっちゃったことには出てはいるんですけど7が入ってないって。なるほどね、やっぱり余計薄くなっちゃうんですよね。あれなんでなんですかね。そこに当たれば入るはずだから、まっすぐ打てばいいのに、うん、ちゃんと左にふいってやっちゃうんですよね、うん、8系ってね、まあ、ありがちですね。逆振りね、これだからドーンって回していくかないつも悩みますよね。これ回していくべきだったなと思ったんですよ、うん、これはどっちなんですかね。正解わかんない、打者次第なんでしょうけどね、うん、コンディション掴んでなかったな俺は、まあ、でも結果ね、こうやって入ればいいんですよ、うんうん、ちょっとここでまた忖度してくれたわけですよ。いや本気であれよく話しますよここはもうバシッとかっこよくね、サイドバンク行こうかなと。これはサイドバンクですね、行こうかなと思ったんですけど、ただ角度的にでやっちゃうかなと思ったんで。あ、だから一回、ね、これはそうなんですよ、止まるじゃないですか後ろが。ほら、あれだ。あ、でもまあまあまあ偶然ですよこれは、ね、あ、偶然ですか、うん、あ、これ力加減もね、もちろんもちろん、だって入れに行ってますから。うーんおー、あれ、これ
これはね、ちょっと僕もイメージと違って、そう、分かります、分かります、スクラッチしないようなとこついてるはずなのに、はいはいはい、なぜいないんだっていうの、うね、たまにありますね、はいうん、確信してるから先、手玉なんて全然見なかったね、そうなんですよね、びっくりしました。ということで、2位になりました、はい、津田さんはまだね、本領発揮してませんから、ね、いやいやいや、もう本当ね、いい時と悪い時の差が激しすぎる、いや、それは、まあ、だから B 級あるあるで、だから楽しいんですけどね。一億なれ一番入っちゃったけど、あー苦しいな。そうなんですよ、ここで一番入れちゃダメなんですよね本当はね。これは一応行くでしょうから、カットして単に出すのも難しいな。これはそうですね、タンタンってバタさせようかなと思ったんですけど、でもね、まあ、5、6がいいとこにいるんでね、ならちょっと左入れて少し前に進ましちゃえと思ったんです。なるほどなるほど、はい、そうすれば何かこう何かあちらに当たってもいいし当たらなくてもいいしみたいな。なるほどなるほど、さらにこうやって隠れちゃった、まあ、すいません。いやいや、はい、これは入江市さんは当てるぐらいしかできないかな。3番の脇を抜けて、そうですね、3番の脇でちょいひねるぐらいじゃないですかね、はい、これ僕2番と壁の間をよくすり抜けるんですよ。よくあるんですよ。そこっていうそこしかないみたいなところを通ってファールするっていう、あれはね、この2番もよくありますよ。こうなんかね、この角にあってもね、こう行きも帰りも当たらないっていうね。ああ、はいはい、はい、うん、左入れて押し止めが入るのかな、はい、入るんですね。もうちょっとイメージはね、6通り過ぎてほしかったんですけどね、熱くいっちゃったんですね、きっとね、はい、カーボンってちょっと左とか入れてるとカーブ出ません。あ、そうなんですね。特にレボって、ね、まあ、出やすいんですって。カーボンはそうらしい、ね、飛びは出ないんですけど、だからどうしても出るのが怖くて、厚めを狙ってるんですよ。そういう時に限って曲がらないんですよ、うん、不思議、難しいですね、曲げたくない時は曲がるんですよ。でもちょっとほらかっこいいとこ見せなきゃいけないじゃないですか。これは見えてるかな、確か見えてるんだと思うんですよ。これ見えてますね。そうなんですよね、だんだん僕の運もこの辺つけてきたかな。ちょっとバンクをする場面が結構今日多いですね。おっと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 、これ隠れないでよ、隠れないでよ、うわつきづら、さあこの配置。これはですね、もう縦盤じゃなくてバンク行って、バンク行ってですね、ちょっと前出して多分6の右上のコーナー狙ってんじゃないかな。あれ引いてますね。あ、引いてるですね。なんで引いたんだろう今。今日なんかバンクがあまり入らないというか、ね、そうですね。バンク場面が多いというところ。なんで今引いちゃったんだろうな。引いて。6に出したってまた8に対して難しいじゃないですかね。うん、これでいいとこに来てくれたけど8がいるんですよ。8に振りがどうかですね。そう、下入れてこう向こう側に回していこうかなと最初思ったんですけど、はいはい、そこまで振りなくて。なるほど。だったら押しちゃえば8の右側に当たると思って。なるほどなるほど、はい、だったらもうなんか 6の方に出るかなと思ってちょっと押してみたんですけど、うん、正面に当たっちゃったんですけどね。もうちょっと薄く当てたら、はいはい、多分6に対してまっすぐになったかもしれないんですけどね、うん、これだって回していかなきゃいけないから、ほらこの辺に行く予定だったんだけどなって今手やってましたけど、まっすぐ当たっちゃったんですよね。これはきっとこれもね、きっとね、押していくとスクラッチしそうなんで、なるほど、でも下入れて、下入れまっすぐ単に、あーっとと思ったら、そうなんですよ、引きも効いてないし、ちゃんとほどけちゃってましたから。今、まあ、でもスク入って引きカーブめっちゃかかってましたよ。でもそうですね、うん、うんうんうん、かかっていった、ああバンクいった、じゃあ入れちゃうし、またそうやって、うん、ですかね、うん、僕がやりたいのに。僕がやりたいシリーズ今日いろいろやってましたよね、渡辺さんね。これは2回転ぐらいで当たるのかな。あ、おお、残っちゃった、残るんですよね。でもこれついてんすよ僕。いやでもよくあるがすよね、これ8番を入れた後に9番に出してるから、はい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 、これよくありますよね。ああそうそう、うん、でしかもこれも引っ掛けれない、引っ掛けれるというか、ぴったりな、もう本当惑星直列みたいになってありますよね。まあ、出してるからしょうがないんですけどね、これは、うん、9番にジャンプ得意な人でもジャンプいかないと思うんですよね、このそっとね、この距離はあの辺だとね飛び出しちゃいそうですもんね。やっぱ球先がやっぱり左にピューっていってるじゃないですか。うん、僕斜め、あの今のだと多分僕球を平行移動してるんですね。うん、ただそのままつけばいいんですよ。うん、なのに球先ピューってやっちゃうんですよ、ね。いやずらしてるくせにもさらにずらすからずれるに決まってるんですよね。こうやって美味しいところをさ、あれでしょ？バンクでかっこいいところさ、知らんでしょ？
まあ、これはまあこの距離なんでバンクは、はい、まあ、入れたいぐらいな感じですね。入れたいぐらいのバンクですね。そんな簡単にねバンクがね入ってて入っちゃうんですよこれ、ね、簡単に入れるじゃないですか。いやバンク調子良かったですね、うん、これで入れ位置が 2-3 にしました、はい、やばいな勝ち越したいのに勝ち越せないですよさあ入れ位置さんのブレイク、これで取られたらもうリーチですからね。そうですね、やばいですよ。またまっすぐなんですよ。これまっすぐ難しいですね。で引けないでしょ。そうですよね、これはちょっと、うん、あそこまで見に行ってるのは7番越しちゃえば、うんうんうん、2番あるなと思って。あ、なるほど、はいはい、7号の間ぐらいに出す。そうです、7号の7を過ぎればいいかなと思ったんですよね。あ、でも止めるのは無理なんで、あそこに。だからもうなったら行っちゃえと思って、もうまっすぐ突くことしか考えてなかったです。入るわけないと思ってスクラッチは一緒に。おー、ナイス、ネズミは完璧ですね。これはちょっと強かったんですけどね、僕のイメージよりはね、はい、で2番これギリギリ入っとってます。これねちょっと力がかぶってるんですけど、 なくはないんですよ。玉1個か 1.、はい、何個かぐらいで、はい、1点下ですか。そうですね、そうすればちょっとこう下入れてますけど多分ほどけるんで、こうやって前にちゃんとこう90度にこう行くように3番に出したつもりなんですけど、やっぱ当たっちゃいましたね。一番ないショットでしたね。でもそうですね、うん、ああいうのがあるから B 級やめられないんですよたまにああいう思い通りとか行くんでね。スーパーショットでした、はい、これはですねちょっと上を押して4に当てたくなかったんです。あ、なのに当たっちゃうんですよね。あ、はいはいはい、はい、当てないでバターってしたかったんですよね。ちょっとどっち左上ですかね。これはこれはだからサイドにカットがギリあるのか。そうですね、でも大抵僕こういう時ねサイド行っちゃうんです。ちょっと右下入れてタンクッションに対して垂直にこう返してくるように。でもまあやっぱひねりが効いちゃってるから、なるほどなるほど、ちょっとねまっすぐ返ってこなかったですね。いやでもナイスショットですね。さあバッターでこれはカットだったらカーブが出そうですね。こういうのとかってレボはまあ、上だけついてる分にはカーブは出ないんですけどね。はい、単純薄く。あ、でもなんかちょっと随分とって感じですね。ちょっと右入れたのかもしれないですね今ね。そうですね、はい、サイレッツのフリーボール、これはワンクッション目を左の2ポイント目ぐらいにワンクッション目入れるイメージで。なるほどなるほど。で、軽く右ライン出すですね。そうですね。あっと危ない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 。これかぶってますね。そうですね、上が足んなかったんですかね。もうちょっとひねりたかったんですけどね、うん、ひねりが良かったのか上が足んなかったのか、うん、で6のギリギリ横を通ってひねり入れて当たっちゃいましたね。あ、当たっちゃった。そうですね。そしてすごいとこ行っちゃいました。すみません。これはストップぐらいなんですか。いや、ちょっと前に、ね、前出して6も多分本当はねサイド逆サイド、こっちの右のサイドに狙いたくて上を押そうかなと思って多分ちびったんですよねきっとにしちゃ進まなかったですね。これ難しくなっちゃいましたが、はい、うわー、ナイスショット、素晴らしいナイスショットですね。でこれは下かな。はい、下ですね。ところがね僕ね、あ、上考えてる。これはねまっすぐ押した方が8番に行くと思って。あ、なるほど、はい、ちょっと、はい、急に当たっちゃったんですけど。いやでもナイスショットですね。7がね実は苦手なんですよ、なんかよくわかんないんですけど7でいつも外すんです僕まっすぐなんかね、はい、ちょっと落ち着いてとにかく同点だけを気にしましたね。ここはこういう9番もねカメラ3台囲まれてると難しいですよ。いやもっと5台ぐらい欲しいですけどねナイスショット。というわけで、はい、3-3ですね、はい、なんとか食らついてる感じですね。はい、左下入れて前進んじゃったんですよね。前進んじゃったんですね。またの状態が浮いちゃったんでしょうね。これ通ってるのか。今一眼レフの方でカメラみんな見てるんですけど、うんうん、球1個分本当あるかどうかぐらいだと思うんですよね。あ、そうだ、それで上を押していけば2に出るかなと思ったんだ、うん、単に当たって出ると思ったんですよね。ナイスショット。4に当てもそう4に当たってくれたから死んだんですよ。ポジションもまっすぐですけど、ね、でもまあこれね僕ねよくやるやつなんですよ。まっすぐの場合はしっかり引いて、うんうん、ちょっとこうちょっとひねり入ってますね。そらこうあの近づけるじゃないですかこれ好きなんですよ。なるほど、うん、これをどうするかですね。3入れると9に絶対当たる。9に当たりそうですよね、うん、
当てに行くんですよね。まあそうですね、当て止めで当てて4に出そうと思ったんですよ。おっと入っちゃったんですよこれしかもね3が入ってないっていう。いやいや、もう座りの予定が、すいません、プロップ9番。はい、ありがとうございます。まさかの言い訳してます今。言い訳してます、はい、3が入ってない。3入れて9にちょっと触って4に出そうと思ったんですよね。なるほど。おー一番。おー3つ目と。3つ目と。おーめっちゃいい配置だけど2番がむずい。ちょっとね、そうなんですよ。2番を入れるのは多分ね、うん、押せばね、うん、このサイドは入ると思うんですよ。はいはい、だけど今度その白は大抵僕7に当たるんですよね。大抵7に当たって、まあでも当たってもいいかなと思ってちょっと。少し右入れて回していこうかなって、ちょっと、はい、これはちょっと難しいですね。うわー、ちょっとで抜けたんです。いや素晴らしい、このショットは当たんなかった、うん、当たることを想定してたんですけど当たってくれないんですよこういう時にちょっと光が見えた感じなんですけど、4から6のポジションがどこに出すかですね。これをだからクロスバックすると今度8番に当たりそうだし、なるほどなるほど、下入れてちょっと我慢、8と6の間に、うん、そしたら逆振りになっちゃったんですよ。そうですね、これちょっと加減めっちゃむずいですね、うん、7に出す8、9の間ぐらいですか、通すの。あそこが今ちょっと90度のところなんですよね、うん、今刺したとこが。だからあの無回転でいけばちょっと上ならいいのかなと思って、なるほど、やったら下入っちゃったんですよ。ほら回転が回転、ね、でも回転入ったことにより一応出てきてくれたんですね。ああ、でもまあ、うん、まあ座り継続ではありますけども、いやーでもこれもきついなと思って超むずい。だこれはもうね、変に弱く加減して8に出そうとしても7が届かないとかなるんで、はいはい、もうちょっと強めにいって一回ターンで、ターンで、はいはい、ちょっと強めでいこうと思ったんですよね。なるほど。じゃあちょうど真ん中ぐらいに帰ってくるかなと思ったんですけど、もうナイスショットじゃないですか。強すぎて淡々どころかさらに強いというね。いやいや、でも、うん、いやでも素晴らしい、これずっとこれ入れれば、まっすぐでしょうこれ。これめっちゃ緊張しますねこれ。もうとにかくこれはもう同点しか見てなかったですね、はい、もう素振り練習みたいな感じで、とにかくちょっと下をついて無回転状態で止まれって感じ。ないショット、ちょっとずれましたけどね。ちょっとずれましたけど、はいはい、流れたけど、僕もねやっぱゲストに出してほしいんでね、こうめっちゃ祈ってました。いやこのねちょいずれの近いのって本当に嫌いで、入れてもね逆のサイドに入っちゃったりするから。あっ、通出しナイスショット。いやありがとうございます。うま座りすごい、最後にしっかり見せてきましたね。危ないの多かったな。危ないの多かったな。いや、うまそうにちょっと出してきましたね。すごい。いや、ナイスマサリ。ありがとうございました。よかった、一回できて。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、最後見せてくれましたね。いや、本当にすごかった。集中力がガッときたんですね。そうかもしれないですね、うん、でまた1番っていつも残るんですけど、はいはい、入っちゃったじゃないですか。だからもううわ2番からかと思って結構また回していかなきゃいけないし、うん、薄い球とか遠い球とかもうねちょっと厳しいなっていう感じだったんですけど、はい、なんとか頑張りました。1回すずさんありがとうございました。どうもないです。というわけで、今日は津田英介さんに挑戦して、しに来ました。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様です。